始まりです。明日までドヤ丸かける、仮面ライダーゴーンの、やつがやってます。はい、で今回は、前も言ってましたけど対象店舗がございません。写真を、ゴーンのね写真をやるだけで、参加できてこれ可能性あるんでよかったらぜひ、参加してみてください。よろしくお願いします。ちなみになんですけど残り、80枠ぐらい残ってるみたいなんでもう何でもいいんで投稿してもらえたらなというふうに思います。タイヤの画像とかねそれでもいいかな、分からないけど何がどうやねんっていう話じゃないけどね。一応残り、まあ今日含めてあと2日っていう話なんですけど、まあでもこういうキャンペーンもうチャンスないんじゃないかって思うかもしれないですけど、意外と後半の方が、まあチャンスかどうか知らんけど、後半の方もあの投稿数少なくなってむしろ今攻め時みたいな感じだと思うんで、よかったら、最後の最後ギリギリのラスト1分まで応募してもらえたらなというふうに思います。よろしくお願いします。まあ詳しくはね、概要欄の方に貼っておきますんでそちらチェックしてもらって、まあ、じゃあちょっと今から本編の方に行きます。そんな感じで即行くか。よし、どれでもいいけど、あ、もういいんじゃない。おろす。成り上がり。よしよしよし、あ、シュラ埋まってんな。あ、ベルセルク取れる、ベルセルク取れちゃったよ一応ね後ろのねシュラの時がまあ行きたいなっていうには思ってたんやけどかけどまあもう取られてはったんでまあ運命やと思って滅入れますわあ、どうもおはようございます、磯丸です。本日ジェラク王子店さんというところにお邪魔させてもらっております。超久しぶりやね。あ、かなり久しぶりなんですけれど、まあお邪魔させてもらったからには、しっかりイケが出して、出玉でも語ってやろうかなというふうに思っております。で、取れた台がまさかのベルセルクと、まあいい思い出は成り上がり解像力ではないです。で、個人的にプライベートでも、まあ、打ってたのでも超前なんで出たての頃とかにちょろちょろって打ったぐらいかな。まあなんでちょっとねゲーム性とかをある程度思い出しながら、まあ、調べながらやらないといけないんですけど、まあでもあのでっかい剣ブンブン振り回して、かましてやったらいいかなというふうに思うんで、まあリベンジですよ。僕は今でも覚えてます、あの5年前だか4年前だか忘れましたけど、忘れとるやんってね、7万かな、7万ちょいかな、やられたんよベルセルクで。まだ許してないんでちょっと今日返してもらおうかなというふうに思います。そんな感じで、本日も気合い入れてぶっ込んでいきたいなというふうに思います。本日ジュラク王子店さんで絶対滅入れます。ネグリー、成り上がり。さあまさかのベルセルク取れちゃったということでやっていきましょうか。まさかもう成り上がり回答録でこいつを打つことないと思ってるけどな、行きましょう。何年ぶりだろこの台打つの、全然覚えてないんで。まあ目指すはショックフリーズと、滅を目指します。まあ基本はやっぱそこでぶっ壊す感じになってくる。まああと結局なんだろうな、このバサカーモードが面白いから、バサカーモードを楽しんで出玉つなげれたら、いいですね。でまあ出玉の出し方的には、まあ、皆さんご存知ボーナスでのループになるので、でそのボーナスのループの鍵を握るのがバサカーモードになってくるので、まあ、そのバサカーにまず入れられるかっていうところがすげえ大事になってくる。でそこの7揃い確率とかに設定差が設けられてるので、まあ、7揃いをまあ複数回確認できるようだといいのかなと思います。でこれがまあ MB で、あ、溜まってます。これでこんな感じでポイントが溜まっていくんで、で男前になっていきます。どんどんまだちょっと不細工やな。で基本的には弱スイカと弱チェで、状態が移行すると。でまあその状態がいいときにやっぱチャンス目とかのヒット率が上がるから、まあ状態移行が意外とやっぱ大事やけど、基本的にはもう本当にほぼ弱チェオンリーやな。スイカとかはもう 8% とかなんでかなり厳しい。でこれはチャンス目の全長220件。お、気持ちいいよ、当たる当たる。はい、なんか当たったんじゃないこれ、当たってないの。
はい、これは、京チェリー、いい音だこれ。京チェリーの方で多分当たってましたね。やべえ、これ追加投資しなきゃ。ぴったり1万240回転。まあ46返しやったらこんな前な。で、ボーナスライン1ラインごとに40ゲームだったかな。まあ最大5ラインかな。ドンドンドンで5ラインだと200ゲームスタート。まあ要はゲーム数が長ければ長いほどボーナス紹介中に強戦地モードを狙うので、まあ落ちやすくなるよねっていう話。強戦地行きやすくなるぜっていう。いやでも1万円で当たるならまあ早いんじゃない早くはねえか。はい、強戦地行ったぞ。初当たりから強戦地行った。あれ結構ありがたいやつじゃないですかこれ。多分当たった時に2種類に分かれるよね。強戦地に行くか、いきなりね、これいいやつなんですけど、かボーナスに行くか。でまあこれ10ゲーム間の間に8分の1のリーチ目を引けばその分だけボーナスストックっていうめちゃめちゃ面白い特化なんですけど、まあ結局多分みんなこれやりたくてやってるんだけど、早いなこの音よな。ブーンっつって、さあ、あ、まだよね、ここから行きます。8分の1やからね、こういうので真ん中に3連これはどうだ。これリーチ目や。リーチ目かどうか分からんけど大概第3選手で押してくれる。さあ行こう。とりあえず1個これまた取った。はい、うまい。2個で黒が普通のバサカボーナス、白を万が一されたらファルコンね。うまくないっすか。あと1個ぐらいちょっと8分の1頑張ってほしいな。なんかナビでも普通に来た気すんだけどな。なんか下パネチロチロしてる。やばい、これ性格こぼしたから。あー違うか。はい、リーチ目っぽいっす。これめちゃめちゃうまいっすよ。3つ取れてる。ラスト1ゲーム8分の1でダメか。あ、そう、やっぱそうや。なんかナビ出てても確か出る。なんか俺狙ってる気するもん。で、3つかな。まあこれ上出来やと思います。で、ボーナスが3つ。バーサーカーボーナス、まあこれも同じようにライン数がって感じや。で、またこの3つ、ボーナスの間に狙バーサーカーを狙うと、よ。あ、で告知方法変えられる。チャンス告知か、あと告知か、またね、チャンス告知でいきましょう。はい、40。よし、頑張るぞ。まあ、こんだけやとね、まだ3つボーナス得してるだけだと全然出やへんから。で、あと一応一撃の白7フラグもあって、それでもね、万分の1とか。だからまあ、ほぼ引けない。まあ、ほぼでもないけど、まあ、いけないラッキー。だからまあ現実的には黒7揃いですけど、この黒7揃いにも設定差があるので、まあ、結構頑張んないとダメやな。だから必然的にゲーム数が多い方がいいんやけど、ほとんど40ゲームが選ばれるみたいで、160選ばれるとなんか6巻かなみたいな。まあ超薄いみたいやけど、まあでもこれ終わってもまだあと2つありますからね。全然全然まだまだやれますよ。はい、終了。あ、なんかこれ背景あったな。赤だと強戦士ボードみたいな、なんかかボーナスストックありとか、なんかそんなのがあった気がします。合計94枚で、今からまだ、ボーナスバーサーカーボーナスがまだ来るよと、ストックした分が放出されますって感じです。いや勝っちゃうよマジで。確かね、磯丸の記憶が正しければ、前ベルセルクで拗ねながらさ車で帰った時7万くらい負けたよ確か。だから今日マジでそれ取り返すわ。えらい、これね白の下にあるんやな。めっちゃ見にくいよこの黒7が。はい、バーサーカーボーナス40ゲーム、まあ大概40やな。はい、7を狙い出したいな。で設定差あるって言ったじゃないですか、7揃いにも。
だけどそれ6でも500何歩で1で800何歩結構ね重たいんよねマジで。バカげてるぜっていうなかなかの確率を40ゲーム以内に行かなきゃいけないから超むずい。はい、気持ちいいよな。この音やばくないですか。本当癖になっちゃうよな。めっちゃうわっ頼むマジで。いや下までチラチラしたからこれ赤まで行くやろ。えああ対決か。これでも残り5ゲームさあゾットさんこれ取れたらまさか。いやまず頼む本当に気持ち重いからなこの台もうヤバそうじゃない。うわアクションが激しすぎて何が起こってるかマジで分からん。やるやんけおい。どっち目線やいややられてもうた残念分かりにくかったな今のアングルが。はいまあ終了。まあでもよう強点引きましたね。341枚。終了。まあこの要領で伸ばしていくと。でもやっぱ意外とコメントとか見てても最近もさなんかベルセルク取れそうな時あったよ。サラマン2の時あの時とかもベルセルク行ってほしかったって声あったんで、まあ、結果的にはねこの台座ると OK で結構ね解析見ながらあーこんなんやったなって感じなんで、まあ、大体もう分かりました。いまあ、だに移植フリーズは引いたことないからさなんかまあ見れる気はしないけどそのなんだっけリバーなんちゃらバイリバースみたいなすげえやべえ特化ゾーンあるんですけど、まあそういうのとかもう引いたことないのでファルコンもだからまあちょっとそういうのをね記念に引きたいの。そうベルセルク前打った時は来るなんかあれだよね。なんか マキさんと打ったら元気してるかな。懐かしいわあの頃が。あのやっぱああいうハングリーな気持ちっていうのはあの頃みたいなっていうのは人間絶対忘れちゃいけないのであの頃をちょっと思い出しながら貪欲やったな。何事にも性にも貪欲やったしな。最近はもういさまる ED 気味なんでちょっと下半身が全然バーサーカーできてないんですよね。だからちょっと滅させます下半身滅させてリーチ目出します。さあ終了でございます。89枚。あ行きましょう。2万円目です。頑張れ。ちょっとまあ枚数よく取れたんで良かったでしょう。140枚でございます。いやこの調子やと前の分まくるとかもう夢のまた夢や。本日プラスにすることすら怪しいぞ。3枚目かな。まあ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 一撃でファルコン一発でいけんちゃいます。いやそろそろ動き出さんと二の前よこれ。4、5年経って成長してない磯丸の姿を見せることになるぞ。おやおお二段階よ二段階よ二段階。この台めちゃめちゃ期待度上がるんで。さあ2段階のチャンス目これは当たりにつながるんじゃない。360ゲームさあ8点。ドロールを撃破せよ。そして書き換えてさあオーグル対ガッツでございます。これがマグン襲来の発展の時に熱いやつやな。さあ行けブーン OK 手加減なしだ。377ゲーム気持ちいい。いい台だな2万3000円投資でございます。377ゲームに、ショートフリーズ2段階の、やつからチャンス目からです。
ナイスですね。上がった、ナイス。これで2ライン以上。さあ、いけ。挟むか。はい、まあこれ2ラインですね。はい、ゴッドイーターやったら100ゲームスタートです、これ。ザンマボーナス。さあ、行きましょう。まあ、チャンスコピーしますか。行きます、80ゲームスタート。よし。もうボーナス2回分やからな。ただそろそろ止まる動き出します。さあ、来たぞ。頼む。ああ、チャンス目よ。頑張れ頑張れ。まあ、さっき強制で外してるからな。やっぱリールロックが強いっぽいよな。はい、頼む、解放しろ。なあ、ミドルカットインどうなの。ちょっと期待したいな。こうか。白揃わねえから。なあ、そらそうよな。いや、むちーこれ。パーサーカー一生入らねえよこれ。当たるから持ってくるしかねえのか。なんかね、こっからでもたまに光った気がするんだよな。あれ、いってない。149枚でございます。あかん、これ自利品や。どっかでちょっと一撃持ってこないな、やばいわ。ちょっと4枚目入れる前に先にちょっと1回休憩いきます。ちょっと今のままやとなんかダメそうな感じしません。ちょっと流れ悪いですね。一回休憩いきましょうか。テロマ紹介の方行きたいなというふうに思います。じゃあサラマンとかまだ粘られてるお客さんがいらっしゃったり、バンスリーも、まあ、粘られてるところは9000枚だったり5000枚だったりやってるのかな。もうね、もちろん商い出てますけど、あーでも絆2ここ、あー、まあ、いいですね。グラフ結構いいグラフです。なんなら中間とかでもなんかしびれ切らしてやめられてるみたいな感じもありそうです。拡大ケースでこれかなり強いんじゃないですか。リゼロも間違いなく個性点っていうのあるし、ブラックジャックも良さそうやな。上のメインコーナーがかなり強いかなって思います。まあ、6号機でこの時間に粘られてる台っていうのは間違いなく粘り根拠あり、まあ、言い訳させないようなデラマ状況なのかなっていうふうには思います。あのね、本当に拡大ケースのお店なんで基本弱く見えるんですけど、それでも強い店っていうのは本当に強いところかなっていうふうに僕は思ってます。まあ、たくさんのお店見てますけどと思います。まあ、言い訳さん、これだけ一応持って帰ってお世話になるかなと思います。やり上がり、休憩と同時に、休憩終わりと同時に現金の追加の投資の方を移行させていただきたいなというふうに思います。4枚目でございます。まあ、ここのお店さん拡大ケースなんですけれど、一度も使ってないので、さすがにそろそろ、よっしゃ、行かさせてもらいましょう。いや、マジでスロパチステーション、磯丸成り上がり回登録応援してくれてるみんながこの台でかます磯丸に期待してんすよ。本当にこの台とトータルイクリプスはもうみんな期待してくれてるから、さすがに俺ちょっとやらんと申し訳がただわ。
どんな顔してカメラの前に立てばいいかわからなくなる。次の実戦から。兄貴、これもう5枚目っす。じゃあ兄貴が俺止めてくれやな。もう俺もやばいっす、マジで。本当に無限っす。今5枚目っす。もう何やってんだろ俺、マジで。見てくれてるみんなには申し訳ないんやけど、気狂いそう。おもろいよ、ゲーム性とかかっこよさとか。おもろいんやけど、投資の方が、お投資の方がさ、常識の範囲じゃないや。飲まれ方もさ、えげつないから。あ、もう絶対食、食引く、マジで。食ボーナス行くしかねえよ。カメラマンはちなみにもう、あ、こいつ今日も負けやなって思ってるやろ、正直。わかります、わかります、わかります、わかります。俺はまだ諦めてないからね。この剣が縦にブンブン動いた数だけ勇まれ蘇るんで、引けもしやへんけど。ファルコンボーナスについて調べとこう。光の鷹めちゃめちゃおもろそうやん、これ。鷹の爪弾みたいな、引きたいわー、これ。おー、なんか467ゲーム。いやーマジで当たってよ、弱者でも。あー、6枚目いくか。さすがにもうちょっと投資の方がバーサーカーしちゃってるんで。いやー、これどこまでいくかやな、マジで。いやー、まあでも7まではさすがに。いやマジ、わけはもう諦めながら言ってるもんな。じゃあ諦めてるわけちゃうよ、マジで。貸し出しボタン押したばっかなんですけど、万札入れやんでよかったんですけど。これリプレイフラグなんで、リプレイなんで。やってるわマジで。51か、51やわ。じゃあ、なんかいい当たり方やから、ちょっとなんかこれバーサーカー行きそうな気する。まあどっちにしろこれ貸し出してやなあかんかったら。何が来た、これ成功したらマックスライン。おいおい、気もしないファルコン調べてるよりも現実的に。これマジでさ、ちょっとギンギン思い出すな。自分押しで失敗してるやろ。逆押しでいきます。大丈夫やな、ナイスマルラ。オッケー、ギャグ押す、いきます。うわー、ナイス。200ゲームスタートや。いやもうさ、ジュオスで何回外してきたと思ってんの、ナイスマルラ。マジで散々練習させてもらいましたから。男は黙ってとか言わんでよかった。さあ行くぞ、200。気持ちいい。やべえ、今日最高テレマになるかもしれない、これ。うめえな、全然。バーサーカー3つよりも全然強い。いや、ただマジでここで引っ張ってこんとね。いや、ファルコン、ファルコンマジで即したい、本当に。まあ先にバーサーカーやけどな。もしもし、絶対取る、マジで。最低ラインや、こんなもん。ファルコンが、ファルコンが俺を待ってる。そんな気がしてならない。 MB もひげてないから、枚数も全然足らへんわ。おー、連絡してる。2段階フリーズしろー。ここ AT ボーナス中にフリーズあるのか知らんけど。え、2段階でしょ今の。2段階めっちゃ熱いですからね。2段階熱いか、何だそれ。さあ、ここに頑張ってる暇あれ。見てみんな、ここレインボーなってるよ、みんな見た。すんげーレインボーやった。これは取りましたね。しゃーらー、とりあえず一発強戦士。まだ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 。よし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 、
残り122あるからな、まだまだいけるぞ。このボーナスを生かさんではない。でこいつを、えってかさ、えちょっと待って、リルロックに何かいるスイカやろ、あれじゃない、な 25% でさ、メッツじゃない、ちょっと待って、マジやばいやばいやばい、違う気もするけど、まあ、ストックは確定ない、2段階のスイカの時点で、まあワンチャンやな、弱スイカやったもんな、あれ。これで今日から俺の下半身もバーサーカーになれることを信じて、いやこれまくったらマジでやばいぞ、マジで劇的。まあギリギリ今日選手取れてるんで、こっから頑張っていきましょう。あー疲れてはるわすんげー疲れてんじゃん。まあちょっと枚数足りてないですけど、まあいいでしょう。え、やっぱメッツやんな、いったぞーマジで。おい、俺が本物のメッサスループを見せてやろう。なんか超ラッキーじゃないこれ。まあラッキーメッツっすね。でめっちゃ乗るんですけど、乗った時の3分の1ぐらいでメッサスループ、さっき言ったらメッサスループ入るんですけど、それでぶっ壊す、いきます。平均8個ぐらい。ちょっと待って、改めてもう一回確認しとくか。一応だからね、結構ね、1回目がのメッサスループが保証ありとかな、結構ややこしいんですけど、だ1回目のループレーのおばさんと結構まずい。ちょっと待って、こっからちょっと本気でいこう。ちょっと待ってくれ、落ち着け。まあ平均8個や、とりあえずそれだけ分かってりゃいいや。で、まあ、1回目のメッサスループでぶっ壊す、まあ、人生2回目です、いきます、いくぞー。目標20、これ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 、これが狂気乱舞で、こっから3分の1で、メッサ、え、何引いたこれ、押せ、あ、ボタンを、はい、え、スイカ引いた、あ、疑似連動、あ、ごめん、疑似遊戯なんよね。で、白なら持ってこようぜマジで。でメッサスループするかどうかってことね。これが下手くそ。でも7ドル保証確かあるから、まあいいか。あーこれこれダメな、今のフォー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 にさせないとダメ。いけー、なんでや、あかん、ちょっと待って、さすがにヘボいぞ。大丈夫、ちょちょ、いやこれ下手やな、マジでマジで下手くそ。上がれ、よし。で成立力によって期待度変わってくる、この技術技のループしてくんないとな、弱えんだな今日。おーちょ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 しろ、さすがに。で、ループ頼むぞ。なんでやなんでや、いきます。これの気持ちよさまじ半端ないやろ。ただループしてねえからな全然。これはチャンス上でいいのかな。まあ疑似容疑なんで、ほい、まあまだここまではね普通にバーサーカーで行ったから、いきます。全然いかない、全然ループしねえ、いきます。いやー、めっちゃ下手くそ、上がれ、よし、いやー狂気乱舞、かっこよすぎるだろこれ。1回目だけだよな多分強いの、はい、全然足んないですからねこんなの。いただきます。全然ループしねえやんマジで。いきます。やんでやねー、ちょっと待って弱すぎる、20個とか絶対無理や、いきます。
きゃ。まだ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 。びっくりマーク1個になったと弱いのかな。これダメっぽいな。で2回目以降がループしにくくなるんだよね。いきます。生産ボタンでキャンセルできます。キャンセルせんでも終わんのよ。めっちゃ弱いマジで。最後これにかけるしかないです。頼む。なんでや。いや弱すぎる。これはひどい。平均8個やのに。ごめんなさいみんな、空回りした。まあ200ゲームの価値は最低でもあるので。全力やぞ今のが。もう無理かもしれん。いやまだまだまだもう一発いるよ。行こう。レベル1っすね。とりあえずバーサーカー取ろう。陽気メッサドループしてねえんだけど。マジで。おお、7070 1000チャレンジ。赤リールに1目を狙え。いきます。ナイス。オッケー、払い出す3枚なんだ。オッケーでございます。いやちょっと始まりかけてる気がする。ちょっと始め損ねた感じはあるけど、多分ねメッツね、まあ、この台やっぱメッツが気持ちいいんだけど、まあ、他ごめん俺知らんから分かんないけど、いやなんかそのもっといい思いしてる人多分ね世の中にいっぱいいるから。2000枚ちょっとこれ厳しいぞ。いやでもてかごめん、2000枚じゃ足らんねん。2000枚じゃ全然足らん。6枚は入っとんねこっちは。だけどまあ46枚貸しで後でちゃんと計算するわ。でマジまくる。いやまだこっからまだファルコン狙わなあかんから。ファルコンと食ボーナス。じゃあメッツ勃発入れようぜ。ちょっと物足らんわ。全然メッツサスループしてないし。いやマジでにわかで申し訳ないけど、聞いたことあるよけど絶対覚えてねえよ。さあいきます。535枚。さあボーナスか。じゃあ1回全部とりあえずあと何個ストックじゃ。4個か5個か5個やったか。あと4つ消化してパーサーカーまた入ると、こうなるとやっぱね安心感全然違うよね。しかもこの最中にパーサーカーもっともっと取れる可能性あるしっていう話。最初があれスタートが超大事やん。ごめん、もう無意識にファルコンやりたすぎて白狙ってるわ。さあ4回目が終了かな。あと2回か。あれあと1回あと2回。いや余裕あると思ったらもうすぐ終わるからね。貯金と一緒よ。あるある思ってたらなくなるのが貯金やから。そうですよね。あ？まさかはストックする。この後にまだ、あと2個最低2個はある。2個っていうか次のセットが終わったらまさかが来る。おい来た。ショックやろこれ。あ、待ってどっち？メツ振り？メツ。これメツ振り引いたかもしれへん。弱者やろこれ。ほらメツ振り引いた。もっぱつメツやこれ。マジ逆転あるわ兄貴。これまくれますわ。うわさすがにいけるこれ。おいおいおい、なんなら7万も返してもらおうかな。7万やったか何もか忘れたけどさ。じゃああの頃のいつもあると違うとこ見せるの。ちょマジで平均の8個は超えたい。1回目の狂気乱舞した時がループ頑張るとあかん時やから3分の2でフリーズする。さあ、ああ熱いくんや。
はい、いい音。モードメッツ言うとるわ。そして3つ目もヒートボタン、 ありがとうございます。さあもっぱつ行くか、行くぞ。あととりあえずこれとは関係なしで、バーサーカーも関係なしで1個はある状態、あと1個行きます。音頭おかしくなっちゃうよこれ、やべえで850万よ今。ちょっともう一回確認しよう、3分の1というか、まあ、なんかさ狂気ランプはめっちゃ引けないよ。さあこっからかな、まだか、狂気ランプ引けたけど、ループが引けなかったってことやな。7一発目だけは7揃った時、一発目の狂気ランプの後7揃った時は3分の1で来るから、でもその日かなんか行きましょう、行きます。とりあえずやれで、こここの後ボタンすら押さなくてもいい、これさありそうじゃない。 33% ね、いけー、来てる来てる、 66% ぐらいでループしてくれるっぽい。はい、まだ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 、ぶったたけ、フォン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 、これ兄貴来てますっ、ね、強点、よし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 、これまだループするやろ、あっかん、これはマジで脳が焼けるわ、まだまだ行くぞ、あくー、まあ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 、まあこんなもんやな、平均ぐらいかな、とりあえず3個はゲットと。さあまだまだいきます、いやー戦略な関係ないからだ、上がるかどうかはまた別、なんでや、油断すんな、絶対8個はいきます、なん、やばい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 、大丈夫、油断すな、いけ、よし、行け、で、こっからは 16% くらいだよね、メッサージループするのが、うわー、ちょっと厳しいよな、これじゃ、うーん、マジで頭おかしくなるわ、これ行っちゃえ、えっと、マジで、でもループ率もちょっと下がってるんですよ、はい、あ、弾かれた、ストックできんかった、だから1個ですね、ストックはできなかったと悲しい、最高 OK、まあ、1個あるからね、この時点で、なんかさ、緑よ、レバーの色が、ちょっとこれさ、熱殺力しません、死ぬはない、 OK、 この時点でとりあえずサクッと並んだ、あ、勝手に熱殺、これはやばい、これやばい、マジでこれで弾かれて残念と、あ、いや揃ってました、もうぐちゃぐちゃかっこよすぎる、ま、マジでやばないこれ、ナンパーループ引っ張ってきて、お前お前ナンパーやこれ、やばいやばい、さっきのと合計で 16 あればいいから、もう平均は超えてるよ、あー弾かれた、まだいく、まだまだありました、
これまだ1回の疑似遊戯ですからね。これは残念、弾かれたから終わったか。終わりましたね。今ので8個ストックしたから、やばすぎるマジで。食フリーズがなんぼのもんじゃないと。いやこれ20個いきたいな。上がれ。いやかちょっと油断してる。まだまだまだ集中、落ち着いてクールに行きます。いや、かっこよすぎるマジで。ジョーチェリーこれいかへんかな。どうやろな。いきます。まだまだ分からん。あるわ。これはマジで息が強すぎる。はい、勝手にループしますわ。これでまた3気筒ない状況になりました。あかんか。あ、まあ今のはちょっと3個でしたね。さあラストゲームいきます。いきます。 OK、 これで最低16。あーやばい、これは。おお、いい爪の方。これいくでしょ。はい。あーたー、ファルコン。これマジでマジでほんまにマジでぶっ壊してる。いや終わった。まだ分からんけどね。いやでもこれまだ続く、分からん。やばい。さあこれダメかな。弱いか。あーちょっと弱かったですね。いやー終わったか。やばくないっすかこれ。ファルコン1個と、普通のバーサーカー17個だから合計バーサーカー残り18個と、ファルコン1個です。これちょっと、あー嬉しいマジで。これ前の分もまくれるかもしれん。ちょっと待って、単純計算して40でしょ。400、CT28、428ゲーム違う、もうちょっと、もうちょっと、600ぐらいか。え、20ゲームの振り分けよ。やばい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 ってマジで。おい、ちょっと待ってくれよ。日本記録やぞ。そんなことはないけど。いやまあでも、じゃあもう行くとこまで行こう。そんなんで写真撮ってんじゃねえよっていうことなんで、20ゲームの振り分けも撮っちゃうっていうね。まだまだあるから。ああ復活。ほらもう今日は帰らせてくんねえべ。4個やな。20超えました。マジで頭おかしくなるこれ本当に。まあ、オッケー、これいくでしょ。滅殺。おい。なるか。そう、ループ率もちょっと下がって戻るんでと思ったら続くんで、すいません。どういうこと。なるか。下から叩きます。あー、どうか。4個です。 OK、 これね、どうせ30まで行きたいわ。ただボタンで完結するやつが一番熱そうやね、これ。
ここのボタンで。いやダメか。あと2個いこう。いやーやばい。でも、あー無理か。ループすればいけます。いけ、オッケー。ダメそう。まあ今日やけど、こっから。ダメかー、やばいっす。いっと、いやでもまだ分からんのか。あ、大丈夫やな、これは。 OK。 あと1個、あと1個で30です。いやー、めっさせなかったからな。まあ金と合わせて30個ストックです。やばいっす、これ。いや、これやばいわ。まずぶっ壊しましたよ、本当に。分からん、世の中にはもっともっと言ってる人いると思いますけど、これはもう癖なるな、これ。これ本当頭おかしなるわ。行きましょう。さあ、だから、もともと放出してなかったバーサークあるから30個かな。30個あります。で、30×40 で何ゲームですか。1200ゲーム。あ、出す。で、1200終わったら、ね、バーサーカーのストックもあるから、そっからバーサーカーと、あとは、ファルコンも残ってます。いつ来んのやろな。え、ファルコンマジで嬉しい。人生初なんすよ。もう狙わんでいいよ、俺もう。はい、何個か分かんなくなりますけどね、マジで。まああと29個ね。じゃあでもさ、マジでこれさ、マジで前の分までワンチャンまくれるっすよ。ファルコンでめちゃくちゃ伸ばしたらマジでいける。強戦士が2つになりましたと。みんなには全然関係ないけどさ、ちょっと一言いいですか。7勝最高。やっぱ朝も言ってたけどさ、感謝するのは本当に大事やな、マジで。普段やっぱ見てくれてる人にも感謝してるし、カメラマンにもスタッフにも会社のメンバーにもみんなでやっぱ感謝して、周りの人間ね、そういう気持ちがこういう結果を生み出す。で、あとはこのベルセルクにも感謝やな。とりあえずいつもありがとうございます。引き続き頑張っていきますわ。どこまで頑張れるかは分からんけど、行けるところまで行こう。さあ、これでトントンになりましたよ、皆さん。2差し5、これでとりあえずトントン。こっからがプラス息。過去の自分のベルセルクによる負債をまくる時間が始まります。よし、ファルコン中はジャックゲームを目指すゲーム性らしいです。僕も引いたの初めてなんで、やべえ、マジで嬉しい。光の鷹ですよ、鷹の爪だ。いやー、かっこいい。敵なのか味方なのか分かんないけど、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいやんけ。さあ行きましょう。さあ120ゲームゲット。で、多分これ終わってから光の鷹に入るよね。光の鷹中にバーサーカー引くと多分終わるのかな。これ一発で永遠に終わんねえみたいなこともありえんのかな。で、まあ3000枚突破、かっこいい。優雅な3000枚です。さあ、これでまたループでいいのかな、これは。ああ、こっから光の鷹ね。これが光の鷹モードっていうやね。
で白を狙わせてくれるかどうかっていうのもことが大事ってことね。なんかすげえ優雅やな。まだ大丈夫やな。オッケー。まあ、どこまで続くか見ものです。で振り分けで711があると。マルコンやべえなお前。120枚、ほとんど120枚みたいですね。サマイは選ばれるのは、まあ、目指すはこの最中にジャックゲームを目指す。でその最中にストックを目指す。まあ、レアアクとかでストック。おい、どう、これジャックインってこと。あ、これでまあファルコンをストックできましたという感じか。なるほどな。で 1G 連合格中。へえ、ジャック終了まで残り8ゲーム。あ、これも今ジャック入った。ちょっと難しいな。え、今が合格になってるから、ここでレアークまた引けばまたファルコニアループできますよと。さあ、これやばいっしょ、これやばいっしょ。こんなん絶対取ったやろ。はい、え、取ったの、音的に取ったよな。はい、まあ大丈夫でしょう。多分2個取ってます。さあ行きましょう。どこまで届くんか楽しみやな、ファルコニアループが。さあ終了。なんかボタンプッシュが、あ、こっからがあれか、ガチのやつか。もうストックがないよってことやな。だってボーナス確定の画面じゃないですもんね。これやらかした、危ない。レアークでいかなあかんよね、多分これ。普通に7を狙いにしちゃうと多分バサーカー揃っちゃう。一応 20% で格上げあるみたいですけど、どう。あー、今の間レアークの間でしょう。あ、もうこれ絶対バサーカーだろ。おーおーおー、セーフセーフセーフ、生きてる生きてる。まだ大丈夫です。ファルコンボーナス、これで、5ループ目です。120の5ループで、まあ、600枚の価値があると十分でしょう。ファルコニアファミリー、初めてのシルバニアファミリー。やべえ、マジでまさかマジでプラスにできると思ってなかったんでね。これはすでえぐいっすね、マジで。さあ、またまた光の高ゾーン。これは期待度なんかな、ループの緑。ちょっとガッツが怖えよ。まあこんなもんやな。いや、どうも面白かったですね。バサカーボーナス、いやあれいいな、マジで面白かった。むしろこんだけ消化して6個ぐらいしかまさかモード取れてないんで、まあ、下手なんでしょうね。だいたい、まあ、7セットに1回ぐらいかな、6、7セットに1回って感じですかね。まあ裏で乗ってる可能性あるからもうちょい取れてるかもしれないけど、本来だったら多分もうちょっと取れるはずの350分の1で取れるんで、3、4、7、7、4、28、まあ、妥当か。いや、なんなら取れてる方か、これ。え、光の高もあったから、まあ、割と確率通りでは取れてるかもな、もしかしたら。あとはまあ20の振り分けどんだけ取れてるかと、まあ、滅に行ってるやつはあるかないか、あるいは滅に上げられるかで今後の出玉っていうのが大きく変わってくる。まあ、6000枚目指すなら、メツもう一発は欲しいですね。まあ、あと1500枚ですけど。いらないか、メツ。いや、いるな。多分ないと無理だ。普通に取るか。ほりゃ！あ、これ上がんじゃない？2段階の、え？メツやろ？これさ、メツじゃないか、10。いやでもこれでさっきメツ取ったんで、
まだまだあるぞこれ。あ、これは弱点やからどうでもいいとして、え、違う、そうや、バーサーカー長やだからメッツや。あ、 25% でメッツや、ごめんパニクってるわ。多分 25% でメッツだと思います。で、とりあえずまああと1個はおそらく普通にバーサーカーボーナスが出てくるはずですですね。はい、多分ここまでかこの次までかちょっと分からなくなっちゃってるんですけど、多分それぐらいです。どうかな、ボーナスあと1個あんのかな、多分ここまでだと思うんですけど、収納背景は赤、ここは見といてや。あ、全然あるわ、全然あるわ、全然ある、なんでないと思って逆にね。え、6番え、まぐってんじゃんもうあと200枚、なんか6番やったらしいよ、7万やと思ってるやつ、あと200枚でまくれんじゃん。ベルセルクの成り上がり回答録の収支プラスになったの。おいよ、おいおい、終わったないんかい、油断してた、なんぼでもあるわと思ってたら、まあこの後あと最低でも7回6回は聞けるんで全然 OK。 まあ6000枚間違いないなといくな、まあもう超えてるんで、あ、まだ超えてないか、5500枚ぐらい、いや超えてるな、3000枚と今日がだって2346枚やろ、余裕や。ベルセルクの分はもう全部まくった、スタート最後、MB いらねー、ストックなしですこれてかこれはどう、あ、いったら、うん、揃ったでも1個だけのストックやと難易度と同じなんですよね、だからあの保証で1個絶対ついてくるんでもったいないですよ。これさ、ストックゼロやったら保証じゃなくてまだバサーカー出るんじゃないこれ、あ、違うか、保証あるか、誰かでも早打っても一緒はい、ここです。これマジで今日やばいな、満杯とか言ってるけど無理やわ、普通に手玉的に無理や、時間的にじゃなくて、いや7000枚は行こう、とりあえずいきなり万枚はちょっとさすがにハードル上げすぎた、とりあえず今6500枚じゃないですか、7000枚、お、まずは目標に地道に行こう、コツコツ、こんなぶっ飛ばしていきなり万枚なんで、今までベルセルクで全然出せなかった男がいきなりちょっとさすがに夢見てるわ、落ち着け自分、ダメだわ、あら、もうないわ、止まるの引きがもうないです、楽しむわ最後この40ゲームを、最後の最後にこんなことする、爪の甘さが出とるわ、まあ、揃えても何のメリットもねえから、まあでも綺麗やからな、揃えたいよな、まあでもそこそこ立派な強戦士にはなれたんじゃないか、何より前の分までまくれたのがでけえわ、それが一番嬉しい、まあやりきったな、まあ終了背景見てやな、赤けりゃあるし赤くなけりゃねえわ、まあでもマジでもうちょいやったな7000枚、赤、何これ見たことない出てたの、ファルコンですかこれ、ファルコンっていうか白の方、6921枚、もうなんかエンディング感あるぞこれ、エンディングとかないですけど、いきます、全然ある、え、見つけた、まんまやるやろこれ、あれ何、メツの画面あれ、マジでやるわ、もう出すわ、やりきってやろう、あ、メッツをファルコン確定の画面らしいです、ごめんなさい、ムチです、すみません、
やっぱメッツ取ってたよな、リルノックに何回の追加で。全然なの先輩行くわ。ちょマジでちょっと待って、いやゆっくり打ちすぎた、ペースが。こっから技術機が多分5分ぐらい止まらんかな。じゃ1回目の5個とかマジであんなしょぼい記録はやめよう。万枚確定させるのは、まあ、さっきみたいに30個ぐらいいけばメッツ3回入ったぞ。さあ行くぞ。オッケー、まあ目標はとりあえず8個ね。いやでまあ1回目のちょっと待てよ、落ちて。え、やばない。とりあえず1回目のこれでループしっかり 3分の1取ってこやんと。 OKOKOK。 狂気乱舞絶対あかんわこれ。気持ちいい。いやかっかんわ、この1回目逃すともうきついよねマジで。ちょっと落ち着け、まんまい出そう。いや いやボタンのあれじゃないとな。追加、まあ、リーチだか、あ追加か。いい音やな、相変わらず。上がれ。あかん、これマジでやばい。これ1回目の記録よりしょぼいかもしれない。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。まんま行くんやろ。ちょっと自分自身をバーサクさせる。さすがにもうちょいいかんかい。これは中段ベル。あいや演出入らんといかんもんねこれ。マジでやばいわ。 16% ぐらいなんすよね、2回目以降多分。 OK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 。 とりあえずこれで4個目。弱えよ。4、いやーダメだこれ。いやラスト1ゲーム、まあ、まずこれさせて。いや終わった。たださっきみたいに20の振り分けもあると思うんで終わってるわ。これはもうさすがに貯金で来てくれたけどそっからの引きはないってことや。ちょっと待って、3回やん、3パ20シーやん。でも平均超えてるからね。やっぱあのそれほどまでにあの1回が強烈やった。4個か。1回目より弱くなったわ。何勘違いしているんだ、まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。速攻魔法発動バザガソル7000枚突破。ナイス。うんま、ラスト1ゲームやね。あ、ラスト最終ゲームよ。高っ。ファルコン、あー、さすがに無理か。いってる、ナイス。オッケー、2個目。2個以上取ったらやっぱ価値があるんでね。オッケー、3個。まあ、3個取れりゃ上出来かな。上出来。オッケー、はい。じゃーん、素敵。あ、もうこんなしてる時間ないわ。これ、ここで判断してください。いきます。はい、オッケー、復活です。これで強戦士があと2つになりましたね。さあ、8000枚突破でございます。いけるぜ、みんな。
まさかの万枚機種追加にベルセルクが入るかもしれない。ちょっとおごりかもしれないですけど、でもいけると思っていかないとな。おそらくまああと2個強制車あるはずなので、そこでどんだけストックできるか。さあこれでスタート。メインスライトはきついよな、まあ、最低2個マジで、1個はマジでダメ。メインスライト無理だって、滑らない峠、これめっちゃ気持ちいいわ。ダメ、いやー下段、よしナイス、オッケーオッケーオッケー、あと1個いこう。いやマジあと1個ダメか、ダメやー、まあ2個、よし、まあ1個より1個と2個全然違うんだね。まさか来る可能性もやっぱ増えますから、純粋にドチェリーどこ行った。さあもう一個あるはずなのでカモン、やべえ、でもマジでもうあとまさかモード1回だけ、目に見えるやつはおやべえでマジで、出玉的に行かへんわ、速度的にはまあほんまあまあ なんとも言えないやけど、だからもうあとはメッツ入れるだけなんやけどね、メッツかファルコンぶち込んだらもう勝ち。直でもええぞ、いやラスト1個のバーサーカーでいけるか、あと1500枚、絶対無理や、いやこれが多分ラストです。いや悔いなく行こう、いや準備中でだいぶ増やしてくれてるこれ、まあスタートしちゃいます、さあ行くぞ。ダメ、ナビ出すな、あーきっつい、よし、OK、まだまだもう一個もう一個もう一個、一個やと意味ない、ダメ、ダメ、あーかんわー、隠れ隠れバーサーカー、頼むマジで、こんな中途半端で終わらさせてくれ、嬉しいけどね、こんな出てくれると思ってなかったから、3000枚とかで喜んでたからさ、最初あの頃が懐かしいよ、うわーこれラストになりそうやな、ちゃんと揃えとくか、ダメだこれ、いやー9000枚は行きたかったな、まあ頑張ったな、頑張ったとか言ってるまだあるかもしれないしな、いやメッツ3回入れてるだけでもマジで頑張ってる、しかも1個ぶっ壊したし、だから今がある、最後の最後もギリギリまで出玉取らせてくれるわ、いやーガッツくん頑張ったね、ありがとう、まあ、終了背景次第、赤ないよな、終わった8688枚、それやったら8888が良かったな、いきます、
ナビ電話しないよな。超 RT 状態終わり。悔しいけどな、行きたかったな。見えにくいかな、見えにくい。時間的には9時半ぐらい。今一応理論上はまだね、取りに行けた、取れたんですけど、まあもういいや、やめます、やめますっていうか、もうやめ、最後ちょっとグラフだけ見てほしいわ。めっちゃ頑張って、あのね、まあ本日のグラフがこの赤のやつなんですけど、ギコギコギコーってこれ2500までラインですね、まで減って、そっからチュドンですわ。当たってる時間が長く消化できたんでよかったですね。これめっちゃおもろいのが、7日間連続のグラフ見て、1万6000枚抜いてんのよ。この台マジで撤去されんぞ、甘すぎる。みんな今が狙い時やで。嘘です。 OK、 まあ最後何枚かちょっとだけ正確な枚数だけちょっとここに出しましょう。まあ届かんかったけどね。8723枚、終わり。ありがとうございました。感想はエンディングで。成り上がり、お疲れ様です。今実践終わりました。もう時刻の方が9時40分ぐらいです。すいませんでした。いや、出玉的にはめちゃくちゃ満足で、まあ、まんまいけなかったのはもうしょうがないんですけど、なんかな、もうやれること全部やった感じがします。楽しめましたね。何よりなんかさ、結構なんか自分の中でそんな売ってないのに因縁があったんですよ。なんかトータルエクリプスとなんやろ、ベルセルクに関しては、ベルセルクって本当売った回数全然少ないんやけど、てか何、1回かな、1回か2回ちゃう多分なんですけど、なんかやっぱあの回って特別何もなかったよね。だから、ね、すげえみんなも結構印象に残ってくださってる方多くて、意外とベルセルクの回好きだよみたいな。でまあ出玉的にはやられてましたっていう話なんですけど、まあ、それを全部まくってなんならおかわりしてプラスにできたっていうのはなんか自分の糧になったかなっていうふうに思います。まあ、やっぱ今日のコンセプトとして結構感謝っていうのがあって、まあ、その当時リアルタイムで見てくれたさってた方から、まあ途中で見た方もそうなんですけど、まあ、あの辺の時からやっぱずっと応援してくださってて、見てくださってる方にやっぱ感謝で、こうやってやらせてくれてるお店さんにももちろん感謝やし、スタッフにも感謝、なんかそういう気持ちをやっぱずっと忘れずに、初心忘れずにね、やっていくのが大事なんかなっていうふうに思いました。でごめんなさい、収支ね、投資がめっちゃいった5万1000円だけど、回収が枚数でいいですか、8724枚。なっ、ありがとう。ちょっとね、うまく言えへんわ、ちょっと嬉しくて。じゃあ、まあ、こんな感じでまたこうやって積極的にバラエティ打っていくね。今日は積極的にじゃないけどね、番号がいざなったけど、また頑張ります。応援よろしくお願いします。これからもありがとうございました。最高でした。メダル入れます、いきます、よーし、オッケー、気持ちいい。なんとかどっぱりいきました。あ、来た、あ、来た、こぼれ、いや、早い早い、絶対決める。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。